おはようございます。釣り子 TV です。ちょっとこれは欲しかったなーって思うルアーが釣り具屋さんに並んでいたので、早速買ってきました。まあ、ここでもうね、透けて見えちゃってるんですけども、今活のアイアロー65っていうことで、いつ発売かなーなんてね、気になっていたところ、動画のコメント欄にですね、KM さんありがとうございます。こんばんは。本日は関東のお店にアイアロー発売日ですよ。購入されましたか?なんてコメントがついていて、いや、購入してねえよと思って、わあ、売ってるんだなんて思ってね、早速ね、釣り具屋さん見に行ったら、しっかりとね、買うことができました。でね、フローティングとサスペンドがあるんで、2つ買ってみましたよ。じゃあ、早速開けていきたいと思います。ねえ、愛知系の終着点なんてね、キャッチコピーでね、やってましたんで、はーい、出てきました。うぅね。2つ買ってきてみたんですけども、アイアローのですね、フローティングとサスペンドね、こういう感じで2つのラインナップが同時に発売開始っていうことで、価格がね、1個1700円っていうことで、両方ともね、1700円で買うことができましたよ。で、3D リアリズムカラーのがやっぱりあの100円増しということで、3D リアリズムではない色は1600円でね、店頭に並んでいたかなーなんていうのをね、見ましたが、ね、で、こっちがですね、アイアロー 65SP3D リアリズムのですね、3D 三原川手長ね。このね、ちょっと生めかしい感じでしょ。これ後で開けますけど、その川の手長エビだよっていうカラーと、こっちね、フローティングはね、魚っぽい色選んでみました。3DR ブリーディングチアユっていうことでね。フローティングの方ね、ちょっとね、魚っぽいカラーで選んでみて、それでもって、ちょっとね、沈む方は、こういうね、手長エビっぽいね、エビっぽいカラーね、こういうので選んでみました。じゃあ、早速、こっちのね、サスペンドから開けていきたいと思います。パッケージがなんか、ちょっと今までの今活と違った感じですね。まあ、IK って書いてあって、で、裏にはこう、説明書きがいっぱい書いてあってっていう感じですけども、はい。じゃじゃじゃーん。はい、出てきました。あ、こうなって、どうなってるの?あ、裏がこうなっているから、あ、針すげえいい針ついてんな、これ。はい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 。あれ、取れない取れない。刺さるの注意。はい、まずはね、サスペンドの革手長カラーですね。これ、すごいね。この透明感とね、うわー、よく見るとね、このエビの顔がね、ここにあるんですけども、これはいいカラーだな。あ、見れば見るほどね、小さいボディにギミックがいっぱいね、ここ回るんだな。スイベルがついてますよ。で、スタビライザーのようなこうヒレがついていて、上にもちょっとしたヒレがついていて、でね、愛がめちゃくちゃ小さい。こうね、愛が小さくて、あとね、このね、ウェイビーヘアっつうんですか、このね、毛、これがなんか独特なね、すごい感じですよ、またね。なんかね、釣れそうっていうことで、で、こっちはサスペンドなので、なんだろう、手長エビを変色しているようなね、エビボイルっていう状態が結構霞水系なんかでね、岸際流していくと、たまーに岸際で、パパパパパパーって、あ、エビ飛んだなーなんて思うと、その後ろから突如ね、なんかすごいボイルが起こったりすることがあるんですけども、そんな時にこのカラーとこの感じ、いけんじゃないかなーっていう風にね、選んでみました。それでもってね、開ける時にも感じたんですけど、めちゃくちゃ刺さりの良さそうなこのフックね、これはちょっと気合入ってるルアーだなーなんて感じますけど、早速ね、もう一つ買ったんで、今度はね、フローティング、ウェイビーヘアのですね、 3D ブリーディングチアユ、これ開けていきたいと思います、ね、せっかくなんでサスペンドとね、フローティング、まあ見た目にはね、
わからない、変わらないと思うんですけども、どんな感じかなーなんてね。でここをピッと取って、マジこれね、取るときね、ぶっ刺し注意ですね。あ、痛い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 、針がね、すんごい鋭いんで気をつけてね、出さないとですね。はい、あ、取れたかな。はい、こっちがね、3D リアリズムカラーのブリーディングチアユね。あー、これまたどうですか、なんか超釣れそうなね感じじゃないですか。このそんでね、尻尾ウェイビーヘア色違うんですね、これね。そんですんごいね、いい感じの柔らかさっていうか、なんか、ほんとなんか独特ですね。で、こちらもね、もちろんあの、ここが回るようになっていて、シングルフックだけど、フッキングバラシ、低減にね、すごいね、役立ちそうなね、そんな感じになってまして。で、まあ、ベイトフィッシュカラーなので、こっちには目がついてますね。ここら辺がね、愛知系の終着点っていうことでね、発売開始されたっていうことで、早速ね買ってみましたけども、使いどころね、関東で考えるとやっぱりね、亀山ダムとかね、まあ自分房総のリザーバーに行くことが多いので、でもう本当追われているっていうの気づかないよっていう感じで、ふーってスーッスーッて泳がしていくと、あ、あいつ俺にロックオンされてんの気づいてねえなっていう感じで、後ろからこうついてきてバカってね食うっていうね、こういうゲームだと思うんですけども、ほんとね、あの IG系って一つのね、ジャンルとして確立されましたよね。で、各メーカーからいろいろな魅力的な IG 系のルアーが出ていて、で、今活って考えるとちょっと後発になるのかなと思いますけども、後発な分なんかほんといろいろな釣れるアイデアとかを満載して、満を持して出してきたっていうことになると思います。で、ほぼサイレントですね。ちょっとだけ重りとボディが当たるってぐらいは聞こえるんですけど、基本的にはね、サイレントになっていて、で、どっちか忘れちゃうな、こっちがサスペンドで、こっちがフローティングなので、せっかくなんで2つあるんで重さも測っておきたいと思います。はい、まずですね、フローティングの方は何グラムでしょうか。 4.4g なんですね。で、サスペンドモデルは何グラムでしょうか。 4.6g、 あ、 4.5 って出ましたけど、ほんと 0.1g、 0.2g の差でね、そのサスペンドかフローティングかっていうのをコントロールしているっていうことなんで、ちょっと言い方は雑ですけど、どっち買おうかななんて迷った人は、このフローティングモデルを買って、それでまあこのフックを調整することによって、まあシンキングとかジャストサスペンドとかね、あとはここのスプリットリングもね、結構大きさ調整することによって、なんか自分の使いやすいようにね、調整していくっていうのがありじゃないかな。もう本当重りを張るまでもないかなっていう、本当そういう繊細な重さの違いでね、本当 0.1g、0.2g の差でその、比重をコントロールしてるみたいなので、まあそこら辺でね、どっち買おうかななんて選んでみたらいいんじゃないかなね。見た目はもうこれですからね、間違いないなっていうね。で、まあ普段ね、その関東のリザーバーで IG 系とかやるっていうのはあるんですけど、これがなんか使いたいなーなんてね、一番思ったのが、あのたまーに行ってるね、ハワイのピーコックバス狙う釣りですね。
まあね、次もね、こういう状況なんで、いつねそういうところ行けるかっていうのはね、もう見通しは全然立ちませんけども、あそこでそう、ブラックバスとか、あとねピーコックバスとか、あとスモールとかいろいろ釣れるんですけども、あそこね本当アイジ系が効くのでね、アイジ系の新しいの出たらね、あの持ってってね、どんな感じかななんてね楽しんだりしてるんですけども、そこでもね使ってみたいなとかね、こういうね腹が白くてスーってね安定してね、来るやつ、そんでファイトもすごいんで、こういうバラシをね軽減させるギミックがついてる、こんなルアーね絶対効くはずなんですよね。まあまあそんな夢は膨らんでおりますが、見た目はこんな感じ。あとはねもうね実際にね釣り場に持って行って、いろいろいろと投げ比べたり、フローティングこうですよ、サスペンドこうですよなんていう風な感じでね、アナウンスしていければなぁなんて思うんですけど、なかなかねちょっとね釣りも行ったり行けなかったりっていう状況なんで、三原プロがあのめちゃくちゃこれを魅力的にね使いこなしている動画ね、こんな動画があったりするんで、まあそれを見てね、あれ欲しいなぁと思ってね、いつ発売かな、いつ発売かななんてね、思って、やっと発売っていう感じなんですけども、そういった動画なんか見てね、気分を高めていくっていうのもね、いいんじゃないかななんていう風に、思っております。はい、それでね裏にねこういろいろポイント説明書きがあるので、ちょっとね見ていきたいと思います。アイアロー65、圧倒的直進性、納得の飛距離、アイジ系の終着点ということで、アイアロー65はアイジ系ルアーに求められる全ての能力を最高水準で備えています。最大の特徴はボディカブにデザインされたスタビライザー効果によるブレない圧倒的な直進性能、スローからファストスピードまであらゆる速度域でも乱れることのない美しい直進軌道を維持します。フローティングモデルは水面放置が基本ですが、ワンジャークでダイブさせると一旦潜ってから頭から浮上、水面の餌をついばむ小魚をイミテートします。サスペンドモデルはスロースピードの水面直下 IG リトリーブに最適な比重設定、また流れや風に任せたドリフト調法も効果的ですということで、適合タックルが書いてありますね。ライトアクションのスピニングロット2000から2500番のスピニングリールで、ラインがですね PE の 0.65 から 0.75 ラインにフロロの5から7ポンドのリーダーをつけてくださいということですね。またはフロロの4から5ポンドをそのまま使うね。琵琶湖のワカサギパターンでは PE 0.85 以上、リーダーフロロ8ポンド以上を推奨します。まあ、ここら辺は何ですかね、まあ、シーバスなイメージと言ったらいいのかな、FG ノットとかでそれで、ね、綺麗にシステムを組んで、PE ラインで飛距離を出して、で、まあ、琵琶湖の場合ねとてつもない化け物かかったりするから、フロロの8ポンド以上使った方がいいよ、そんな説明書きが裏にいっぱい書いてありますけど、あ、書いてありましたね、そうか。これね、動画でも言ってたんですけども、このフローティングモデルの一番すげえところって言われているのが、そのダイブさした後に水面にこう、ぷかーっと浮上していく姿勢が頭上がりね。これによって騙されちゃうっていうね、こういうことみたいなんですよね。そういうそのなんだろう、浮き上がり姿勢のね、まあ後ろから、まああるかね、後ろから上がるか、はたまた水平で上がるか、はたまた頭から上がるか、ここら辺でもねその捕食スイッチのオンオフっていうのの違いが出るんだななんていうのが、なんだろう、このルアーが発売されてこうやって裏に説明書きが書いてあるからこそね、知ったなぁ、あんまりそこまで気にして、そういえば使ったことなかったなぁなんて思うんで、これシークレットやでーなところなんではないですかね。まあそこら辺公開して、まあそれが実現できているから、なかなかいいルアーだよっていうね、こういうことみたいですね。はい、というわけでね、思わず2つ買っちゃったんですけども、まあね、コンパクトで食わせに特化したハードプラグっていうことで、なかなか出しどころは多くなってくるんではないでしょうかね。はい、というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、今勝からね新しく出たアイアロー65、これね、フローティングモデルとサスペンドモデル両方買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。